それから休校期間の課題である単語学習の振り返りのビデオを始めます。単語学習は終わりましたか？ボイスでは単語の勉強も探究活動の一つです。ただ機械的に詰め込むのではなく、何のためにどのように勉強するかを大切にしています。また学習がうまくいってもいかなくても、自分の活動を振り返って次の学習につなげることこそが大切。このため振り返りを必ず行いましょう。今回のプリントには振り返りの部分がありますね。一体どのように振り返ればいいのかをこのビデオでは紹介します。ボイスでは振り返りに対してリフレクションという単語を使います。次のスライドに行く前に一時停止をして、リフレクションの意味を辞書で調べてみましょう。リフレクションには映像、反射、影響、考えなどなど、私の辞書にはいろいろな意味がありましたが、振り返りとは載っていませんでした。なぜモイスでは振り返りに対してリフレクションを使うのでしょうか。考えてみてください。あなたなりの答えは出せましたか？でもそれが正解か不正解かは誰にも分かりません。大切なのは考えることです。ボイスの学習や問いには明確な一つの答えがないことがたくさんあります。ではなぜ考えるのでしょうか？それは皆さんの考えたことをクラスメートや先生たちとシェアして、より良い考えにするためです。なぜリフレクションという言葉を振り返りという意味で使うのか。これはこの学校ではとても大切な問いですから、この先もずっと考えていってくださいね。では、実際に単語学習を振り返ってみましょう。ボイスでは学習を振り返る際に、ルーブリックというものを使います。今回は活動を始める前にお見せできなかったのですが、このルーブリックというものは、本来活動を始める前に皆さんにお見せして、自分がどのように学習すればいいのかを確認するものになっています。では、この表をよく見てください。評価点は3つあります。Read, Use, Write の3つの活動ができるように、自分で方法を調べて実際行ってみることが課題でしたから、ルーブリックをこのように設定しました。皆さんはよりたくさんの方法を試すことができましたか？ただ方法を知っていても、実際行ってみなければ、それぞれの方法がどのように有効かはわかりませんから、ぜひ実践してみてほしいと思います。先ほどの表で自分がどれぐらいの評価を得られたか知ることができました。それでは、振り返りの部分に文字として、自分の今回の活動の振り返りを残しましょう。ここで注意したいのは、評価が良かった、悪かったということにあまりとらわれないことです。もし評価が良かった、悪かったということについて書きたい場合は、必ず理由を添えることが大切です。また、振り返りは感想文とは違いますので、難しかった、簡単だった、楽しかった、つまらなかったという曖昧な表現も使いません。
あなたにとってどのレベルが難しいとしているのか、どのような点が楽しいと感じたのか、適切な説明を添えて表現してみてください。はじめに話した通り、ボイスでは振り返りがとても大切で、すべての活動の後に行うことになります。次の活動につながるような、有効な振り返りができるようになってください。これで、振り返りのビデオを終わりにします。